はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、来るものは拒まずお送りします。パーカッションのワークショップです。高文がお送りします。よろしくお願いします。次これいきます。 HC、 右手から始めてる人は奇数が右手、偶数が左手になりますよね。だから 1,2,3,4 だと 1,2,3,4 とこういう手順になると H ね、 1,2,3,4 こうですね、 1,2,3,4 1,2,3,4 カツツカ、これが H です。カツツカ、カツツカ、これだけ叩けるかどうかっていうのを確認してみてください。 H、 カツツカ、カツツカ、はい、まあ、H だけ繰り返しても立派なリズムパターンになりますけれども、今回はちょっと違う文字 C を組み合わせてみます。はい、最初が H、 カツツカで、この後続けて C を叩きます。 C は今やったやつ、ツツカツですね。カツツカツツカツ、こうなります。 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4。カツツカツツカツカツツカ、ちょっとテンポ上げます。カツツカツツカツ、ワン、ツー、せーの、カツツカツツカ、はい、今全部、このアクセントの音をハイトーンでカの音で叩いたわけだが、一番最初のワンだけベースで叩いてみます。ドね、ドで、あとの、2つはハイトーン、つまり、最初だけベースで叩いて、あとハイトーンだから、ドツツカツツカツド、ドツツカツツカツドツツ、これしばらく叩いてみましょう。ドツツカツツカツドツツ、はい、これはですね、中東、アラブとかのリズムで、まあ、これね、マルフーフっていうのがあります。これ割とね、何でも合うっていう感じ。はい、じゃあ次は H のアクセントを両方ベースにします。ドッツツド、ドッツツドね、これちょっと難しいかも。で、C の方はハイトーンでいきます。つまり、ドツツドツツカですね。ドツツドツツ。ドツツドツツカツ。ドツツドツツカツ。ドツツド。いいですね。そう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 、カリプソのベースラインもそうですし、今ね、僕が言おうと思ったのはね、倍音がこんな感じですって言おうと思ったの。ブラジルの倍音っていうね、リズムがありますけれども、まあ本当はちょっと違うんだけれども、エッセンスとしてはこんな感じです。
パドゥントゥンパドゥントゥンパ。はい、これは単に音色を変えただけですよね。これだけも十分なリズムとして使えますけれども、1個目をベースにするとアラブ圏のリズムになるし、2つベースにするとブラジルとかカリブ、カリプソみたいなね、カリブ海のリズムになります。おーすげーと。じゃあ最後、今度はですね、一番最初ハイトーンにします。おー珍しい、これ結構珍しいパターンで、次の4 1234の4と C の3をベースにします。最初だけハイトーンで、次2つがベースで、叩くとどうなるかっていうと、カツツドツツドツ、カツツドツツドツ、できるかな、カツツドツツドツカツツ、なんか気持ちいいってなったんじゃないかと思う。この後ろ2つのベースがね、カドンドンカツツドンドン、はい、これはねスペインですね、スペイン、フラメンコとか、そういうリズム、タンゴとかタンゴスとか言ったりします。そういうリズムになります。おスペインも行けちゃったと。でスペインから植民地になってたキューバでも同じようなリズムが発見されておりますから、ある意味でこれは、アフロキューバンのトゥンバオとも言えるわけですね。はい、この1個のアクセントだけでも、実はこのアクセントパターンっていうのはもう世界中で使われておりまして、具体的にどこを低い音にするか、どこを高い音にするかによって、名前が違うという感じですね。まあ、ちょっとしたニュアンスも本当は違うんだけれども、ざっくりとした理解としてはもうこれだけで大丈夫です。ああ、ここにアクセントつけんのか。で、頭にベース入れたら、中東ありますし、前2つにつけたら南米な感じになると、後ろ2つにつけたらスペインな感じになると。はい、だから、まあ、これが叩ければそこから派生してる音楽大体合わせることができるという感じです。